ょさあ今日もやります毎週金曜日「下水木7月21、22、23」全チームえ3連戦総チェック <laughs> ということで、えっと、今回はですねちょっと新しい試みでですねえ今までセ・リーグパ・リーグ一つの動画で、まあ、30分1時間結構長めの動画で出してきましたけどもえちょっとお試しでどうなるかわからないんですけど今回セ・リーグと パリーグで分けて動画を出しますでもまあ金曜日に2つ出すんで、えー、ぜひそのセ・パともにね、えー、見てもらいたいと思います、えー、今回はパ・リーグとセ・リーグに分けるんでまずはじゃあパ・リーグから楽天オリックス、えー、21日火曜日3対10でオリックス、えー、22日水曜日7対11オリックス、えー、そしてえ今日木曜日23日2対2の引き分けということで、えー、まあ現在2勝1分けまああの残り 近道西どううなるかっていうところでね、まあ、基本的にー水イ連勝したチームっていうのは、えー、ここまで比較的高い確率、えー、で勝ち越していくっていうねパターンがあるんで、えー、週末ねオリックスの戦い注目ですけども、えー、まあ火曜日、ね、あのオリックス、えー、4回5回満塁期えー、2度潰して普通それで負ける展開ですだいたい負けますしかし6回再び満塁456と満塁でここでねキャッチャーの若槻がホームラン グーッと、<Good. S 2> ナイスホームラン。今年ね、打撃フォームを改造して、右足に最初から重心を乗せといて、打ちに行くっていう形で、えー、上体が前突っ込まないっていう形でね、前さばきで、えー、しっかりポイントを合わせて、タイミングを合わせて、死にね、当たって、満塁ホームランということで、えー、今年はバッティング、グーッといい感じでね、この打撃フォームの改造がね、えー、いい形になってるのかなと、まあ、これをね、シーズン、えー、終わりまで、えー、しっかり続けていってもらいたいなょとい、ね、うこてですね。あの 気に流れをね引き寄せていったっていうところでねあの素晴らしいホームランでしたねあとあの四回表で太田選手オリックス三振グーッツこれ何がグーッズかっていうとしっかり合わせに行くことなくフルスイングして強いスイングで三振してるんですよねやっぱ今若いですからそれぐらいしっかり振るっていうことがね大事だと思うんであの追い込まれててもしっかり振っていくっていうね形のあのフルスイングの三振はねグーッズ良かったなと。 で結局その次の打席しっかりヒット打ってるっていうところでね、まあ、こういうところね触れるっていうことが大事なんで今はねそこをしっかり重点的に、まあ、継続していってもらいたいなと、えー、思いますあとはあ、まあ、守備でいうとオリックス3回裏ボギーの打球処理 AJ バーッとどうなんでしょうね DH の方が いいんじゃないのかなと思いますけど、まあ、守備ついた方がが、ね、打撃のリズムがあるのかなという感じもありますけどもうちょっと守備、ね、頑張ってもらいたいなと思いますけど、ね、あと、この火曜日、まあ、楽天は、ね、このまあ投手交代がもう裏目に出ると、まあ、でも、ここまで好調の中継ぎ陣ということを考えれば、まあ、石橋が、ねまあ、良かったですけど、まあ、フォアボール4つとで満塁気もあった。 ということでここで普通に考えてもやっぱり長継ぎ状態インでそれ変えますよねフォアボールもあるやまあ、満塁気も作るやっぱり不安やなとしかも中継ぎ調子いいなともう思い切って変えようとっていうところでね変えたからまあ長継ぎ陣がね打ち込まれるっていうところでまあ6回表でね石ジョーンズレフトマイヒットねあの鈴木大地、あれは取れます、えー、もしくは止めれますあそこをしっかり止めるか取ってれば 逆転というのはなかったと思うんで、まあ記録はねヒットになってますけど、第一あれぐらいはね取ってもらいたいなと、まあ難しいプレーではありましたけどね、でまあ、あのあと4失点というところに告がれましたし、まあでもねほぼ全投手、中継ぎ陣も含めてねフォアボールが失点に絡んでるんで、やっぱここはねしっかりフォアボール出さないようにねあの投球していったほうがいいかなというところで、まあここまでね中継ぎ好調で、ね、勝ってきた試合いっぱいあるんで、まあこういう試合もあるかなっていう,、ね、いうところです。でままあああ日日水曜日ワーーーククイッ,クッ,ッ、まああのツーシーム スライダーカット この横の横揺さぶりコンフォー,、ねまあ、ームは安定してますしあとまあ楽天に行ってこうキャンプの時に聞いたんですけどこのなんか軸をしっかり作るトレーニングっていうのをあのやり始めたらしいんですよねバランスとかっていうでそれがすごい、あのー、自分にとっていい形になってるっていう話をキャンプの時に聞いたんでまさにそのね軸を作るっていうところでフォームの安定を図ってしっかり腕を振れる強いボールがいくんでコントロールも安定するっていうところでね、まあ、勝ち星はつかなかったですけど素晴らしい。 ピッチングできたんじゃなないのかなとあとまあ9回思ってね6対71点差になってこのねバンド、森原がね焦って2塁へフィルダーシュチョイスあのタイミングがね完全にセーフだったっていうところでまあ,あの焦りもあんのかなと逆転されちゃいけないっていうね、まあ、今年から外しが欲しいんでねここのまま終わらせなきゃいけないっていう焦りもあってね結果ノーアウト1・2塁になってでバンドになってその後計6失点っていうところであれはね慌てず1つで良かったんちゃうかと、まあ、こういったところもね、まあ、経験しながら。 え成長してていいいいってもらいたいなと思まますねで、まあ、オリックス打線はねグッツもう本当に火曜日からえ続いて好調ということでね5点差をひっくり返して、まあ、89回で逆転というもうチームがぐわーい勢いに乗るね勝ち方逆に楽天はねちょっとダーってね下がりかねない負け方しましたけどでもねただ2回裏ブラッシュのエフト前で内田が内田がですよそんな足速くないファーストから三塁へ AJ の守備バーッと。 ちょっと DH の方がいいんじゃないのとあの火曜日水曜日ともに思いましたね今日木曜日 AJ ねしっかりレフトを守ってヨダゾンにやんだバッティンググッズ。 だここが難しいところですよね。まあ,あの守備ついた方がリズム乗るのか、DH でも大丈夫なのか、まあ、他の選手の兼ね合いもありますしね。まあ、どういう感じになるのか分かりませんけど、まあ、守備ね、やっぱミスを減らしていくことがオリックスのねあの上昇になるんで、まあ、そういったところちょっとなエラーならないミスもね頑張ってもらいたいなと思いますね。まあんで今日の試合ね、遊撃そして山崎両投手逆対角戦だから右バッターへのアウトコース。 左バッターに逆対角線の球が本当に良かったなとで山崎投手はねこの対角線逆にインコース右バッターのインコースがちょっと甘いね請求も含めて力強さも含めてちょっと甘いそういったところでね、まあ、打たれたというところもありますけど、まあ、結果、ね、2対2の引き分けということで終盤、ね、しっかり追いついてキャッチャーの伏見スローインググーッツ バッティンンググもねグーにやんだ、まあ、そういったところでね、まあまあ、あの昨年はね大きい怪我して今年復帰にかけて、えー、しっかりとした形のねものがプレーできてるっていうところはね、まあ、素晴らしいと思いますし、まあ、若槻とねあの伏見も含めてライバルがいた方がより成長するんでそういった面も含めてねあの高いレベルのね キャャッチャー争い、えー、頑張ってもらいたいいたなと思いますねーゲーも本当にいいピッチングしたんですけど、まあ、前回ね足当たってから、えー、どうなるのかっていうところでねそんな、あのー、大きい影響もなくしっかり投げ抜いて前日中継ぎが打たれてますしちょっとね登板方かなっていうところでねちょっと今度引っ張りすぎた引っ張りすぎて結局ピンチ作った後にピッチャー交代して AJ にドンと行かれるっていうところでね、まあ、この3連戦ね、まあ、中継ぎ陣のこの系投 が楽天ににととっては、まあ、全ては裏目出たなとまあでも系統は難しいですね。まあ、何がいいかはね結局は結果なのになりますけど、まあ、そういったところでねあの追いつかれたり逆転されるっていうのはちょっとリズムが変わりかねないんで、まあ、楽天としてはね特に明日の試合、えー、絶対落とせない戦いになりますしオリックスはね上り調子なんで、えー、しっかりした形でねこの金同、土日思い切ってね3連勝ぐらいすればあのロッテの、ね、6連敗っていうところがねあのプラスマイナスゼロになるんでこの勝負の オリックス3連戦、えー、残りね楽天にとっても踏ん張りどころですね特に明日どういう戦いになるのか金曜日ねこれが出るってことは今日だね今日の金曜日あのぜひチェックしてもらいたいですね。 さあ続いてソフトバンク対日本ハム火曜日1対2日本ハム、えー、そして水曜日3対2、えー、ソフトバンク、えー、そして、えー、今日23日2対3で日本ハムということでね、えー、現在2勝1敗で日本ハムがリードというところで,ですね、まあ、あの火曜日の試合は、まあ、杉浦がねホームの軸がねしっかりできてねバランスグッと。 まあね、腕がムチのようにしなって力感ないんですけど腕がムチのようにしなっていくピッチングでしっかりとした、ね、ストレート変化球ともに。 投球できたなとあバレンティンね、ホームランを打たれましたけど、あれはね、投球自体、そんな悪くないですね。まあ、あのまあ、打ったバレンティンをね、褒めるべきであって、投球自体はね、そんな悪くなかったなと。まあ、あとはね、7回表、予報の三塁線ツーベース、これね、よく見てもらいたいんですけどね、あのボールボーイがそのフェ、そのボールを間違って取りにいっちゃうっていうね、あの球が速すぎて取れなかったんで、あの大ごとにならなかったですけど、あのボールボーイの皆さん、あのフェア、ファール、難しいと思いますけど、しっかり確認してください。これねね動画ある人は、ね チェックしたら取りに行ってますからで、早く抜けてね、取れなかったっていうね、まあ、あの試合に関係ないですけど、プチ情報ですあと2時間はね、うちバット走る走るね、体、まあ、ツイスト的な、ね、打法で、バット走ってね、ツーベースっていうところ、あのバットの出し方ね、素晴らしかったなと思いますし、近藤ね、香山からスライダー、もうあれはね、完全狙う,うちかなと。 ストトレートで3球目にスライダーをねライト前ヒット持っていくんですけど、まあ、タイミング見た感じあのスライダーは狙い打たれたかなという感じがしますねしかもやっとやっとです日本ハムファイターズの皆さん大高5打数3安打副長グッツ やっぱりここまでね、ちょっと太田がね、あのー、いい形で打ててなかったっていうところでね、チームの浮上のきっかけがつかめないこのね、太田の復調でチームの浮上の、ね、きっかけがつかめるんじゃないかなっていうね、火曜日の、ね、試合でしたし、まあ、ソードバンク千賀もね、低めの、ね、フォークを振ってくれないからいろんなね あんまり落ちないフォーク使ったりとか試行錯誤しながらねピッチングをしてましたけどまあ絶好調かって言われると絶好調じゃないとは思いますけどその中でしっかりとしたピッチングができるっていうところはねさすがエースだなっていう感じのね戦いぶり出したしまあ、2対1ね接戦をものにした日本ハムっていう火曜日の戦いでしたねでまあ水曜日はね和田が3位3のピンチもうここ一番もうここ一番は低くコースもしっかりっていうね ベテランの投球がねしっかりできたなと思いますしあと守備もグッド、ピンチを防ぐナイスプレー5回の表ね高谷泉のワイルドピッチワンバウンドあれは止められますしっかり止めてあげてくださいあとソフトバンク初回ねツ、えー2アウト一・二、え、塁、ー、太田のライト前、えー、上林ホーム送球グッド。 ナイススロー。でランナーね今度足からスライディングいってあのホームベースにタッチできないでで最後ねアウトになってしまいましたけどもうフォームはね頭からいった方が絶対早いです。あれも足じゃなくて頭からいっとけば多分タイミング的にはセーフだったんでもう際どいフォームは頭で頭からいって頭よけて手だねこう,こういう感じの手で。 タッチしに行くことがセーフにつながるんでああいう際どいプレーはね足から行かない方がセーフになる確率高いかなと思ったプレーでしたねあとまあ日本ハムねマルチネス、まあ、まあストレート力強くで、ね、チェンジアップがしっかり抜けてナックルカーブは鋭く落ちてっていうすべてにおいて緩急もついてあのバリエーションを持ってね投げれたかなと思いますしあの7回ツーアウトで交代これがね球数なのかそういう契約なのか 分かんないですけど変えなくてもよかったんじゃないのかなとツーアウトまで来てますし別にそんな言うほどめちゃくちゃ悪いわけじゃなかったんでなんか契約とかねもうその100球ちょいでも変えなきゃいけないとかは分かんないですけどここはまあ僕の目線で言うと変えなくてもよかったんじゃないのかなと思いましたね。でまあ、今日の試合はね谷がねがめちゃくちゃゃく ッストレート素晴らしかったですねでもただ腕の振りが弱いです変化球の時変化球になったら全体が緩むんですよねその緩んだところがストレートと変化球のバレちゃうっていう危険性もあるんでもうちょっとね投球自体は本当に素晴らしいですけど変化球の時もしっかりまっすぐと同じような腕の振りっていうところができればさらに高みにねいけそうなピッチングに見えましたねまあその中ででもね宇佐美が一発で ね、甘めに入ってきたところねスライダーだったかな仕留めるっていうところがね、まあ、素晴らしかったですし加瀬谷もね、まあ、悪くなかったその後のねバンドも、えー、いい形でピッチングできましたしまあね若手のまだ選手がねソフトバンクもい,いろいろ出てくるなっていうねところもありましたしまあ、日本ハムねバーヘーゲン右バッターのインコースのね通ーシーどんどんついていくからアウトコースのカットを。 あとカーブめちゃくちゃ威力増して外がね手打ちになったりとかこの横の幅を使いながらナックルカーブで縦の変化だからもう 3D だね 3D 投球えこんないいピッチングできるのになぜ今までそんなよく打たれてたんだろうって思うぐらいの今日はグッと。 あの素晴らしいいピッチングだったなと思いますしで、まあ、唯一チャンスボールは左バッターのアウトコースのツーシームが唯一のチャンスボールだったかなと、まあ、柳田打ったりっ、ね、シュート打ったり栗原が犠牲フライとかね打ったりしながらのーシー左バッターのツーシームだけが唯一チャンスボールだったかなとその代わりあの左バッターのインコースのストレートのコントロールナックルカーブグッとあれはえげつないそういったところでねその甘めのやつがミッショットするっていう形になって。 しままっったのかなっていうところもありますし、まあ、バーヘーゲンのねピッチングが、えー、今日はね全てだったかなとあとやっぱりソフトバンクはねバレンティーンが1割8分7厘やばーい全然タイミングも合ってないしなんかあのー、もう見えてないっていうかねあのちょっとこれはソフトバンクにとったら痛いですねまあグラシアル、えー、デスパイリがね来日してでまあ、もうちょっとね8月の中ぐらいかな試合に出れるようになる可能性もありますけども、まあまあ、それまでね、えー、なんとか復調 するべき選手かなと思います、ねまあ今度ね金土日どういう戦いになるのかね注目したいと思いますさあパ・リーグ最後は西武、えー、対ロッテ火曜日8対3で西武水曜日1対2でロッテでそして今日、えー、木曜日3対2で西武ということで今西武のね2勝1敗。 火曜日はですね先発が今井ということでですね、えー、前回7月8日対今井に3打数2安打とね他の選手が打てないのに安田だけがしっかり打ったっていうところでねプロ初の4番でしかもその期待に応えて初回ねタイムリーでね相性の良さを見せるっていうねまあちょっとずつですけどね成長していってるなっていうやつのね姿はまあ頼,頼もしいなっていうところもえありますねあとまあ,あの守備面でいうと6回裏一死満塁で打者ク栗山ショートゴールね藤岡あのファンブルータイムリーエラーしてねあれもう無理に セカンドじじゃゃなななくても,もうファーストでかかったんじゃないのかなとねあそこのまあ状況判断も含めてあのプレーはちょっともったいなかったなとその代わり5回裏前進守備で後方フライ、まあ、これ犠牲フライだったけどナスキャッチそして6回裏、えー、スパンジェンバーグライト前タイムリーですけどスライディングでノーバーンチャレンジしながらヒットになったけど後ろに攻撃せずっていうねあのマーティンの守備グッツそういったところねアグレッシブに攻めていって。 きましたしまあ、前守ってても、ね、後方のフライもしっかり追いついたりとかそういう細かいところを、ね、しっかりやっていくことで、えー、失点が、ね、最小限になっていくというところで、ね、あのマーティンの守備は良、ね、かったかなと思いますね。あとまあセーブは、ね、栗山が5回裏ノーアウト1・3塁フォアボール選ぶさすがあの際どいところナイス選球眼。 やっぱああいったところを、ね、しっかり振らないのは、ね、あの栗山のいやらしさというか、ねあのまあ、現役時代もよく痛い目見ましたけど、まあ、三振しない、ね、際どいところはカットしていくそしてボール球は振ってくれない甘目に打つとショートの頭を、ね、狙い撃ちのように狙っていくっていう、ねえー、今年も、ね、やっぱ元気な姿が、ね、見せていいところで、ね、味を出しているなというところの打席でしたねで、まあ、今井は、ね、あのピッチング自体全、ね、体的には、ね、よくはなかったんですけどやっぱポイントはここ。 フォアボールが2つっていうね。あの、ここがね。 結局はあの最小失点で抑えられたかなといつも結局はフォアボールとかねデッドボールで四死球で自滅していくっていうパターンがねここまでのピッチングで続いてましたけどまあこのあんまりいいとは思わなかったですけど見ててその中でやっぱフォアボールが2つっていうところがねやっぱこういうね最小失点でチームのね勝ちに結びついていったんじゃないのかなと思いますねあとはあの下、ー、位のねスパンジェンバーグが4打数3安打3打点そして1番の鈴木がね3打数1安打3打点ということで下位から上位にね打線がいくとやっぱり西武ねびっく クイニングになっていくんで、このね、打線の回から上位っていうところね、噛み合わせも良かったかなと、あとただ一つ、セーブでバットポイント、えー、5回裏、中村け也、センターオーバー、高い飛球で、になったんですけど、フェンス直撃だったかな、あれね、で抜けたけども、あのファーストストップっていう、確かにファーストランナーいて、多分セカンドベース付近で、あのその飛球を見てたかどうかもあったんですけど、あれはね、絶対セカンドいけた。 行ったかと思ってちょっとゆっくり走ったんちゃうかなってそこまでちょっとカメラが覆いきれてなかったんでどんな感じで走ってたかは見えなかったですけどあそこはセカンド行けたと思うですバットね水曜日の試合ね1対2でロッテが勝つんですけど残念なお知らせがありますここでここまでロッテを引っ張ってきた荻野選手が3回表盗塁でスライディングして もうやたらベースに近くねもうスライディングした瞬間にギュてねあのもう痛そうなね感じさせてましたけど、まあ、ハモストリングのね肉離れということで、まあ、菅野のねあの内野安打の時もサードもねちょっと足引きずりながらね進んでいってる姿も見れましたし、まあ、だからこの状況でやっぱりそのねやっぱ状態いいからってやっぱ全試合出場させていくのは こ今年のシーズンでいうと、ちょっと酷だったかなと、しかも荻野はもともとけ持ちですし、そういったところはまあ状態いいし、やっぱ勝っていかなきゃいけない状況は分かりますけど、やっぱりちょっとずつは休ませなきゃいけなかったのかなっていうね、えー、感じが見てて、でもね、小島の投球はすべて、ね、低めにコントロールされてて、まああの、チェンジアップもね、スライダーマスクもね、コースで引くっ,くってね、価値はつかなかったですけど、ピッチューング自体、ぐッと、小島グ、ぐッと。 ね、あのナイスピッチングだったかなと思いますしあとセーブはね気になるところは、えっと、ボーがね5回表一・三塁でワイルドピッチねあのこの右足に重心かけてあの構えてたためにちょっとインコース気味に抜けてた時に左に体重移動していかなきゃいけないからこのね 遅かったんだよねその体重移動が右足に体重かけてた分ねでそれによりワンパン止めれなくてワイルドピッチっていうところでちょっと最初の構え方が悪かったねあのワイルドピッチは本当にもったいなかったなとあれは止めれるなと思いましたね5回表にその後、まあ岡が失塁してね盗塁セカンドへねコートの大暴投でまあバッティングでもねあの1回6回のチャンスで2度のボンダーっていうところで今日の試合はねキャッチャー岡田が出てましたけど、まあ、全体的にまあ、焦り、えー、もしくはうまくいかない時の ことのの中での不安っていうのがであと大事に行き過ぎるっていうところがねちょっと出てるのかなっていうねまあ昨年の活躍から考えるとね物足りなさありますけどまあまあね今年は準備期間もね大変だった中でまあこっからねしっかり復調していかないとね西武が上行かないんでまあそういったところはね、まあ、チームの中心選手としてまあ,あの気を引き締めてねまた頑張ってもらいたいなと思いますねでも高橋コロナはね グアっフォアボール一つね、だから今井高橋コーナーとね、やっぱフォアボールが少ないと、やっぱいいピッチングするっていうのはね。今回の戦いでよく分かりましたし、まあ力み感なくね、しっかり力強い球をね、投げ込んでたっていうところでね。まあ今井高橋コーナー、まあ今後もね、そういうフォアボールが少ないっていうところをね。まあ打たれたとしても、フォアボールが少ない、負けたとしても、フォアボールが少ないっていうね。ピッチングを心がけていくことが、まあ勝ちにね、つながっていくんじゃないのかなと思いますね。今日からね、荻野が登録抹消ということでね、まあ福田がね、骨折から明けて。まあ マリンズはね合流してきましたけども、まあ、初回ねあの中村のタ,ウにタイムリーで,でセカンドで狙ったところをね岡田がナイス判断でセカンドでアウトにするってねあのプレーは大きかったですねあれでピンチ拡大して正直もっと点入ってたかも分からないところあれでもうね流れを切ってできたっていうところはあの岡田の判断っていうのはね素晴らしい、えーね、プレーだし素晴らしい判断だったなと思いますねでまあ今日ねあね川越がプロ初ホームランツーランホームランバッターのようなねナイスバッティンググッ あとはヨザが、ね、プロ初勝利おめでとうまあこの2人がね活躍まあねプロ初ホームランプロ初勝利っていうところがね、まあ、同じ日にできてねでそれで勝ったっていうところはね、まあ、西武にとってもねあのヨザ座そして川越ね本人たちにとっても素晴らしい一日になったんじゃないのかなとも思いますし8回のね井上の打球 <laughs> 鈴木スーパープレーイ あれ,をあれもし取れてなかったら一気に逆転っていうところもあったんでチームを救うねあのバッティングでもねいいところを見せてますし、まあ、守備でもね素晴らしいプレーだったなと思いますし今回はね、えー、と平井平良 えー、ギャレット、増田と中継ぎ陣ね、完璧なピッチングしましたし、えー、本当に西武のね、中継ぎ陣は安定した、えー、投球ね、できてるなっていうね、試合展開で、まあ、こういう最小失点差をね、勝ちきれるっていうね、あのー、方程式、しっかりできてるんじゃないのかなと、で、まあ岩下もね、ロッテね、粘りの投球で、最初ね、3失点、えー、2回で3失点しましたけど、3、4、5、6とね、しっかりそこから粘り強くね、投げたっていうところね、そういうところね、大事だから、つ、え、な、ー、げていくことがね、結局、勝ちを生むし、成長につながるんで、あの3の三 回以降の,、ね、あの失点はしたけどもその後しっかり粘り強く抑えれたっていうねピッチングはね続けていってもらいたいし、まあ、前回からのね好投も引き続き維持できてるなと次回当番もね期待したいと思います。ということで今回以上これでパリーグ終わりです。ということでね回連戦なんで金土、えー、日ね楽しんで見ていきましょう。